ポルシェ935は、ポルシェが製作した、レーシングカーである。デビューは1976年、国際自動車連盟のグループ5規定に合わせ、開発されたマシンである。1970年代の初頭に、ポルシェ917はマニュファクチュアラーズ選手権で、強すぎ、5リットルスポーツのカテゴリーが成立しなくなり、締め出されることになった。そこで、 アメリカのカナディアン、アメリカンチャレンジカップに参戦したが、5リットル DOHC では、アメリカ製の8リットルオフエンジンに対抗できなかった。ポルシェは、当初7.2リットル水平対抗16、気筒エンジンで対抗しようとしたがこれは、重量が加算で戦闘力がなく、ターボチャージャーを進化させる方針に切り替えた。この方針は成功し1972年には、 アメリカ製の V8 エンジンでは対抗できないレベルに達した。これで取得したターボチャージャーのノウハウをヨーロッパに持ち帰るため、ポルシェ911ターボを商品化し、その911ターボをもとにグループ5のレーシングカー935を作り出した。ポルシェ935は世界メーカー選手権、インスサ GT 選手権及び ドイツレーシングカー選手権を含む様々な選手権に出走したが、どのレースでも935に対抗可能な車は存在しない強力な車であった。カスタマーモデルとして非常に有用であったため、どのレースでも最低5台は935が出場している状況だった。巨大なターボチャージャーは機械式燃料噴射装置を用いて、 約600馬力のパワーを出し、アクセルオフ時には、ウェイストゲートバルブから、アフターファイヤーを出すなど、モディファイされたボディとも、相まって、レースの観客は喜んだ。ポルシェは一部の例外を除き、レーシングモデルであっても市販するスタイルをとっており、935も市販されプライベートチームが購入し、レースにエントリーした。 一部の有力プライベーターは930あるいは911から改造し、ファクトリー供給のパーツと組み合わせて、独自の935を作り出した。935のターボエンジン2018年にリメイクが発表され、2019年よりデリバリーが開始された。1976年、ジャッキーイクスとヨハヘインマスのペアで一台。 ロルフ・シュトメレンとマンフレッド・シュルティでも大一台出場し、FIA 世界選手権大会で、マルティーニがワークスチームを支援した。ボディシルエット企画として知られるグループ5のレギュレーションでは市販車の形状を残すことを念頭に企画がなされており、ドアパネルを含むコクピット周囲、ボンネット、ホイールアーチラインの変更は許可されていない。 それ以外のボディパネルの形状、材質変更は自由とされた。そのため935においても巨大なチンスポイラー、オーバーフェンダー、リアウィングは FRP 製の大型なものとなった。これらの空力付加物は全面と A 面積内に収まることが義務付けられていたので、1976年型935のリアウィングは一見して、 奇妙な二段構成となっている。当初、ポルシェの計画では、ポルシェ930からの流用で、ホイールベースを広げた、短距離競争バージョンと、空力重視の高速バージョンの二種の935を、走らせる予定であった。935試作モデルでは1974年型、彼ら RSR ターボを模したようなボディシルエットで、あったが、 空力特性工場の試ーズン当初から、ローノーズ化され、ヘッドライトは、フロントチンスポイラーに移された。911シリーズのヘッドライトは、フロントフェンダー上側に取り付けられており、フロントフェンダーの形状変更は可能であることから、この手法は、レギュレーション違反には問われなかった。 グループご規定の精神に即さないと、自主的に、ベース車両と同形状に戻され数千、走行しているが、シーズン中盤になると、ライバルメーカーの猛追をかわすべく再び、ローノーズ化され、以後はこのローノーズ形状が935の、スタンダードとなり後継モデルも継承している。巨大なターボパワーを受け止めるためにリアタイヤは、大型化し、リアオーバーフェンダーも大型化されたが、 これも1974年型、彼ら RSR ターボと同型状のオーバーフェンダーであった。しかし、シーズン序盤でこの部分の大幅な変更が余儀なくされた。ベース車両となった930ターボに倣って、エンジンを上部リアウィング支持部を兼ねる、エンジンカバー内に空冷式インタークーラーを設置しており、それは当初合法と判断されていたが、 レギュレーションの解釈の違いにより後になって、空力負荷物内へのエンジン及び付随パーツの設置は、できないというレギュレーション違反を問われ、エンジンカバー内を空洞化する目的から、水冷式インタークーラーへの置き換えが行われた。このインタークーラー用水冷ラジエーターは、リアタイヤ前に設置することになりリアフェンダーは前方に、拡張が行われた。空力負荷物内は空洞である。 必要性から、リアフェンダーの開口部は、ただのエアダクトであり、ラジエーター本体は、シャーシ側に設置されている。リアフェンダーは後部にも延長され、空力特性とダウンフォースの向上に役立っていた。シャーシからは、競技車両として、不要な防錆処理や防音材、ウィンドウの開閉機能装備が外され、競技車両に必要不可欠とされたコクピット内、ロールケージや、 パイプフレームによる、シャンシ補強は、当時の常識的装備として935にも、採用されている。エンジンポルシェ934と同じく、彼ら 3.0RSR に搭載されていた、排気量 2993cc 水平対向6気筒エンジン911-75型をベースに、している。 ターボ係数をかけて4リットルに収まるようボアを3ミリメートル、細くすることで、排気量を 2857cc に縮小。これに、ターボチャージャーで1.5バール下給し、560バー力を発揮する。重量は9 7 0ラムブースト圧は、運転席から変更可能。934ではシングルだった、点火装置は、デュアル化されている。 サスペンションレギュレーションにより、サスペンション形式の変更はできない。トーションバーを排出チタン製可変レートコイルスプリングとなった。リアのアンチロールバーは、ドライバー席から変更可能で、燃料残量やタイヤ摩耗による姿勢変化に対応できるようになっている。ホイールは、フロント16インチ系リア19インチ系の BBS 製、マグネシウムホイールを装備。 ファクトリーでは絶えず935の発展改良が続けられた。ボディボディワークの改造の自由度に目をつけ、ベース車両はそれまでの930ターボから911、彼らとされ、これはリアウィングの形状変更に大きく寄与した。このリアウィングのほか、ノーズ形状もモディファイし、空力性能を高めている。エンジン1977年。 シングルターボから各バンクそれぞれに、KK 形成ターボが取り付けられ、630馬力を発揮する930、78型エンジンになった。ただし無理なパワーアップがたたり、ヘッドガスケット吹き抜けを何度か経験している。排気量2リットル以上のディビジョン2では935が圧倒的な。 強さを発揮したため対抗メーカーはことごとく撤退。テレビ局が2リットル以下のディビジョン1だけ放映したいと言い出し、これに憤慨したポルシェは、ディビジョン1用に、ポルシェ935ベイビーを製作した。この車はこのクラスでもポルシェが、BMW やフォードに対して優位にあることを示すために開発され、それは2回目のホッケンハイムリンクに出場、優勝することで示された。 この優勝者は現在は、ポルシェミュージアムに展示されている。ボディエンジンの小型化に合わせて、車体の軽量化も行われ、車重は、規定重量を下回る 715kg を達成し、不足分はバラストで対応。エンジンディビジョン1に合致するようエンジンを 1425cc のシングルターボに換装し、インタークーラーも、水冷式から空冷式に変更している。 1978年、さらに別のバージョン935-78が開発された。ボディ車体はロングノーズとロングテールにより特徴的な外観を持つ。レスドラッグとモアダウンフォースが狙いでマシンの重心も低下させている。ユーノディエールでは時速 366km の最高速度を記録した。またモノコックボディ、コックピットのある。 センター部のみしか使用せず、前後はスペースフレーム化されている。エンジン最高速度を重視し、排気量を 3211cc に拡大、水冷式の4バルブのシリンダーヘッドに交換され、出力は750馬力まで増加した。ルマン24時間レースで時速3 6 0トル以上で、走りストレートでは最も速い車で、 グループ6のポルシェ936を簡単に追い抜くほどでフロントトリアのダウンフォースの調整によりポルシェ917に匹敵する時速 390km での走行も可能であった。1977年からポルシェはプライベーターに向けて935のカスタマー仕様の供給を開始した。 最初の935カスタマー仕様は77年にシーズン向けに13台が製作され、主にヨーロッパ、アメリカのカスタマーが購入した。WCM、DRM、インス s の各選手権で活躍した。WCM では、クレマー、ゲロレーシング、ジョリークラブによりエントリーされた。78年シーズン用に新たに15台のカスタマー仕様が製作された。 ワークス仕様に準じてツインターボ化されサスペンションにも改良が加えられた1979年にはアメリカ向けに7台の935-79がデリバリーされたこれらはモビーディックのようにギアボックスが上下反転にして装備されブレーキもワークスと同等のものが備わっていたさらに1980年には ゲロレーシングに1台の935-80が供給された。935は、デビューの1976年シーズンはワークスのみが、使用し、プライベーターには供給されなかった。そこでクレマーレーシングは、独自に 935K1 を開発し、WCM に参戦した。クレマーは、プライベーターに935が供給されるように、 なった1977年以降も、自らの手で935を開発し、モディファイを重ねていった。クレマーが1976年に開発した、最初の935で、彼ら r s 系をベースモデルとして制作された。外観は、ワークス製935のコピーで、ワークスからパーツの提供を受けていた。ルマン24時間で破損後、フラットノーズに、 モディファイされた。クレマーレーシングが DRM のために1977年に開発した車両が9 3 5系2である。排気量が2.85リットルから3リットルへ拡大され、高出力化が図られた。さらにグラスファイバー製のボディーパーツを採用することで軽量化され、空力の改善も行われた。 クレマーは1979年シーズン用に 935K3 を開発した。K3 はモノコックシェルを除く前後をスペースフレーム化し、ボディ剛性を向上させた。またインタークーラーが水冷から空冷に変更されたことで冷却効率が高められ、軽量化にも貢献した。その他にもトランスミッションを天地逆に搭載し、低重心化を図り、 独自の空力ボディを装備するなど多くの改良が加えられた。エンジンは耐久レース用である3リットルと中短距離レース用である3.2リットルの2種類が用意されており約800馬力を発揮した。K3 はクレマーにより1979年のルマン24時間優勝など好成績を残したためプライベーターから注文が殺到し翌年以降ヨーロッパ アメリカなどで多くの計算が活躍した。また1980年にはリアサスペンション燃料噴射系を改良した935計算80を開発、製作した。DRM でのライバルであるフォードカプリターボに対抗するため、クレマーレーシングは1981年途中にスペースフレーム化したシャシーに3.2リッターエンジンを 装備した 935K4 を投入した。右回りのコースが OEDRM で優位に立つため、右ハンドル仕様に変更されていた。クレマー以外にも多くのプライベーターがオリジナルマシンを開発し、レースに出走させた。ヨーストレーシングは 935J と935、78から81の2台の935を開発した。 ワークスの九百三十五七十七に告示した外観を持つ九百三十五 j は九百八十年にデビューし同年のデートな十四時間で優勝を果たした。九百八十一年デビューの九百三十五七十八から八十一はワークスの九935-78モビーディックのレプリカでヨーストが DRM 使用ごジャンピエロ・モレッティに売却。 二代目の935、78から81は、ジョン・フィッツ・パトリックが購入した。935は80年代初頭のインスサ、GTX で圧倒的な成績を上げていたため、複数のアメリカのチームが改良型935を開発した。ジョン・ポール親子は、JLP-1、JLP-2、JLP-3。 JLP-4 と4台の935を製作。アンディアルも2台の935リットルを開発。2台目の935リットルは、ヨーストの935、78から81と、同様モビーディックのレプリカである。またボブ・エイキンも、複数の935を開発。そのうち十五八十四は、 最後の935として知られている。2018年型の9352019年、鈴鹿サウンドオブエンジンにて2018年に、当時の現行モデルである、911GT に RS をベースモデルに77台限定生産の形で復活。同年9月27日に、ラグナセカで行われた、ポルシェのイベントで、ワールドプレミアが行われた。 今回は、レース参戦を目的としたモデルではないため、デザインは935、78をベースとしつつも、ルールに縛られず、開発には、自由があったとのこと。エンジンもベースモデルと同じ3.8リッター水平、6気筒ツインターボが搭載される。1984年までに、ルマン24時間レース、デートナ24時間レース。 セブリング12時間レース、シルバーストーン6時間レースを含む150以上のレースで勝利を収めた。また1977年と1979年のドイツの DRM で腐敗であり、インスサ GTX のクラス優勝、ニュルブルクリンク 1000km での勝利も獲得している。 また、1976年から1979年まで、FIA ワールドチャンピオンシップの優勝をポルシェにもたらした。1979年のルマン24時間レースでは、ワークスのポルシェ936が、全車リタイアし、クラウスルートビヒ、ビル・ウィッティントン、ドン・ウィッティントン組が乗る 935K3 が、すべてのプロトタイプカーに打ち勝ち優勝。 この時の2位も、ロルフ・シュトメレン、ポール・ニューマン、ディック・バブワーのドライビングした、ファクトリー・スペックの935、77A、3位も935、77A だった。レースにおける活躍と、ほぼ同時期に、スーパーカーブームが巻き起こった日本において、その人気の中心の一つとなったポルシェを代表する、レーシングカーであることから、多くのラジコンやプラモデル、 スーパーカー消しゴムの題材となった。当時から人気だったカラーリングは、1976年型、フラットノーズに、マルティニカラーで、前述の18年版画もマルティニカラーでお披露目、されるなど、935イコールマルティニをイメージする、人も、少なくない。現在も当時のプラモデルの再発売や新製品が、発売されるなど、935は、 世界的にも人気の高いレーシングカーの一つとなっている。ありがとうございます。